ようこそカラスの力へようこそ、今回はザザン、この間やった、実験の失敗のやり直しをこの瓶でやってみたいと思います。で、なんやろこれ、塩コショウとかのスパイスの容器なんですけども、これやったらいい感じにできるんじゃなかろうかと思って、買ってきました。でちょっとみょんちゅう綺麗にやってんねんからさ、乱暴にすんな。俺ミロ残ったやんけ、もうやらせやぞこれ。まあやわ、ちょこれ、はい、これ持っていきます、うん、いけ、ちょっといけ、はい、ちょ飲んなよ。で、こんな感じなんで使えるんじゃなかろうかと思ってるんですけど、これで一回やってみたいと思います。で、これでちょっとマナーケンといてよ。ぶちまけた、ぶちまけんなよ。なんでどっか逃げてるし、なんなん。まあいいや。で、これに水入れて、で、おやつ浮かべて石掘り込んだら水位が上がってっていう、前と同じなんですけど、やってみたいと思います。多分今回は口が細いから多分届きにくいと思うんで、これぐらいでしたいと思います。んで、次やん。じゃあこれ一回さ、置いてさ、おっと入れるから、ちょっとおっとっと入れます。こんな感じで、よし、これでペンチャー売り機、よし、おっとっと、ほらほら、お、完璧、これ完璧、おっとっと、に、で、グザリキ、これを入れていって、ちゃん、カムンちゃん、これ入れんねん、入れろって、入れさせてよ、願いやから、こも入れられへんって、どういうこと。ちょ、リキやん、これさ、入れたら、ほら、おっとっと見て、そう、これ入れるやん。入れたら、おっとっとがほら近づいてんの分かる？ほら、もうちょっと。じゃあ今日の乱暴しても割れへんっていいんやから。お、ほら浮いてきた。な、ほら。分かる。この仕組みが分かる。見て、水位が上がったやろ。あんまり分からん。ちょ、入れさせてやだから。はい、ほら。もうちょっと、おっとっと。ほら、もうちょっとやで。これ水もうちょっと少なく、じゃあ多くてもよかったな。どう？おっと。見て、おっと、近づいてる、おっと。もうちょっとか、わかったな、もうちょっと。はい。ちょ、入れさせていったよ、はい。ほら、おっと、届きそう。頑張って。もうちょっとか、入れるんやん、はい。ちょっとおっととか端に寄ってもうた。今日の割れへんって、だから俺の手に当たるからやめて。おしおし、おっととか、ほら届きそう。じゃあもう一個入れよう。ほら、これできるんちゃう、おっとと。優しくせえへんからや。ああ、割れた。ちょ、どっちにしても力技やな、お前。食べれました。感じやね。だからこれで、だからもうちょっと水を多めにしといたらよかったってことやな、最初。わかった、やり直しちゃおう。じゃあよし、これぐらいや。これが微妙ないい感じのラインで、んで、おっとと、を入れます。はい、で、ギリ届かないの。よし、この線や、わかった、ちょうどいいラインがわかった。で、これを入れていくね。入れろ。何の係やねん、お前は。ちょ、入れていったら水位上がる言うてんのに阻止する係すんの。ほら、おっとと見てみ、届くんちゃう。ほら、届きそう。
美味しいけど。じゃあお前どんな下手やな。取れた取れた。よいしょ。頑張って。うん。もう一個ぐらい入れるじゃん。ほら。その仕組み分かった。それが分かったら自分で。おおほら。あんまり分かってないかな。まあでもあとはもうその装置をさセットしといてあるから自分で練習してくれ。分かった。よし。はい。というわけで、今回はこの間失敗した実験の実験の装置をちっちゃい瓶で作り直してみたらいい感じに力さんが成功してたみたいなんで、あとは自分で力さんができるようにこの装置を力が遊ぶ場所に置いといてやろうかなと思います。練習してできるようになるのかどうか見ていきたいと思います。というわけで今回は一応形にはなったかなということで、あとはまあこれを使いよるかどうかは力さん次第ということでちょっと様子見たいと思います。じゃああとは瓶を板に貼り付けて力さんの遊び場に固定したいと思います。はい、というわけで終わりにしたいと思います。バイバイ。力ちゃんです。最後まで見てくれてありがとうやで。もしよかったらグッドボタン押しといてや。チャンネル登録もお願いします。あとコメントも大歓迎やで。ほなのー。